7000枚入れた。朝一20、25回転やめの台があって、24だっけな、24だか25のがあって、で、でもね、朝一速攻落ちたんですよ。朝一、逆押ししたら、転落目か外れ目が来て、で、あれ、内部整理としてないとあれ出ないはずなんで、で、そして、転落目が出て、で、結局それで速攻終わったんだけど、そのままね、リノハマっちゃったからもういいやと思って、負けてもいいやと思って打ち続けたら、1000回転までハマって、で、それで 2台やったんですけど、隣の台ね、打ったんです。隣の台に移って、また適当に打ったんですよ。そしたら、また1000回転ぐらいまでハマったんだけど、そっから、最初ね、トマトの3択が外しまくったんですよ。8連続ぐらいで外して、で、その後、なんかわかんないけど、トマトが急に特殊1枚めちゃめちゃ来て、で、その後のね、3択がえげつないぐらい当たって、で、ビッグにも偏って、で、それでめっちゃ7000枚ぐらい出て、結局最終的に昨日8万5千買った。でも、途中でね、その前とかに9、な、8万7千負けたりとか、あと、その間にもね、いくらだっけな、プラスあと、5万だか6万負けぐらいのもあって、だから、まあ最終的にはちょいプラスぐらいなんで、ちょっとプラスなんだけど、直近で打ったやつ。そう。ね。いやー、まあ本当にね。いや、本当だよ。7000枚出たの本当ですよ。いやー、もう本当にね、すごい。よかった、でも。適当に打って、そんだけ出たからね。遊んで打ってさ、久々に遊んで打ったわ。俺、立ち回ってたんだけど、なんかね、久々に、本当に適当に打った。まあ、1パチとか5スロでたまに遊ぶときあるんですよ。まあ、20スロでもたまに趣味打ちはするんだけど、もう最近さ、きつくない？最近きつくないっすか？なんかもう勝てる台ないよね。本当に。リノのさ、リノの、そういう、閉店ギリギリでさ、やめてる台、閉店間際に、ボーナス中だったりとか、浅い回転数でやめてて、対策しない店、なんてさ、しかももう、リノなんて稼働ないから、めったにそんな状況ないし、あと、置き時の、連チャン残しの店あったんですけど、それもなんかもう、残さなくなっちゃった。俺が多分ツイッターでつぶやいたかもしれん。まあなんとなく俺がツイッターでつぶやいたら対策されるかなって思ったんだけど、まあ店名は書かなかったんだけど、ちょっと以前そんなようなことを書いたら、なんかそれからっすよ。本当に完全に対策されて変更されてるんですよ。それまでちょくちょくね、連チャン残し残ってたのに、全く残さなくなった。で、前はすごい、それを狙いに行ってた若いやつとかいたんだけど、もう全くライバルいなくなった。もう一応俺回しに行くんだけど、全くかからない。そんな店ねえわって、いや、あるんだって。それはだからそういう店は結局その店によるから、ほんと、それだけは。それだけは店によるから、何とも言えないんだけど、あれなんですよ。そういう店が近くにない人、自分が行く店にない人はそんな店あるわけないって思ってるかもしれないけど、中にはあるからね。実際だって存在してる。俺何回も確認してますし。昔なんか、何回も言ってますけど、エウレカの連チャン中にさ、こう、やめて、で、通常状態に戻ってれば、そのまま背負いてすぐに ART 始まったりとか、バイオハザードとかもそうだけど、そういう台とかあったんですよ。あと赤ドンとかの、なんか、メダル入れた瞬間にもう、チャレンジゾーンとか、どんちゃんゲームが始まるとか。ほら、閉店間際で、こう、クレオスするじゃん、赤ドンって。赤ドンで、クレオスすると通常画面に戻るんですよ。で、そのまま背負いてれば、電源オンオフだけだったら、メダル入れたら、その画面にまた戻るから。で、連チャン残し確定数。だって、そのね、赤ドンとかはその枚数とか引き継いでるし、あとその、置き時とかも枚数引き継ぐから、背置き確定なんですよ。前日に連チャン中の、ほら、獲得枚数あれ引き継ぐから。いやー、でもね、なくなっちゃった。
いやー。あとね、誰かが動画上げてた、なんかね、楽園の川崎店ってどこにあるの？あれ、神奈川県かな？わ、てか絶対上だと思った。やっぱ上か。うわ。ほら、上だって分かってたのに、なんでこんなことするかな。川崎県ね、川崎店って言ったけど、川崎店って何県ですかって言ったんだけど、うわー、ほら、絶対上だと思った。やばいやばい、いや、106%、やばい、これ、ロスカットされる。ロスカットされる。これ、100%切るとロスカットなんですよ。広瀬ってここがダメだよね。100%ギリギリまでポジれるのに、いや、下手したら100%切ってもポジれるのに、速攻ロスカットされる仕様。これが広瀬のゴミ仕様。いや、もう切るか。絶対上だと思ったけど。どう見たってこれ上だよな。うわー、ほら、上だよ、そりゃ。うわ、これ切りますか。絶対上だと思った、マジで。出たよ、マジで。やばい。ここで切ったらキャッシュバックもらっても5000円ぐらいしかプラスにならん。せっかく入金までしたのに。切るか。切りますね。土填します。土填しました。どう見ても上だね、これ。もうこれであれでしょ。取引できたでしょ。これで10万通貨できたんじゃない？新規約定分だよな、これ。あれ？これ新規約定だよね。2、4、5、6、7、8、90。あ、もう、行ってるはず。10万取引は行ってるはず。